ソフトバンクコマース&サービスの中川と申します。よろしくお願いいたします。まず弊社での AI のプロジェクトの経緯なんですけれども、昨年事業部門と情報システム部門とで新しい AI であり IoT や VR と技術を使って業務改革、システム改革を進められないかということでプロジェクトチームが集められ検討を始めました。とはいえ集まったメンバーは最初は、そういった知識であったりとか経験はほぼなく、どうやったらいいんだろうということでいろんな本を読んだりセミナーに参加したり有識者の方にいろいろお話を伺ったりして進めてまいりました。導入までのプロセスなんですが、我々ソフトバンク創業から続く ICT の流通営業部門なんですけれども、日々お客様からいただくたくさんの依頼、ご期待に対していかに早く的確に応えていくか、そういった強い営業、強い組織になるためにどういうふうに業務に技術があるといいのかということをテーマにして、プロセスとシステムにたまったさまざまなデータ等を検証し、そこにどのツールを使えばといいかというところを検証を繰り返し、精度の高いもの、運用ができそうなものから組み込み、そして段階的にリリースを進めております。問い合わせの分類におけるワトソン NLC の導入開発のプロセスなんですけれども、まずは学習データとしてお客様からいただいたメールの文章データを3つの AI ツールに投入し比較実験してみました。するとワトソンが一番精度が高かったということでワトソンを使ってみようと、そしてさらに精度を上げるために学習データをより不要な要素、例えば法人のお客様ですとお世話になっておりますとかよろしくお願いしますとか、あと署名とかがあるんですけど、そういったものを取り除いた学習データを入れることによってより精度を上げていく。これによって現在は見極めが 86%、 一番問い合わせが多い見積もりに関しては 97% の精度となっております。こちらが見積もり自動化の動画となります。これが我々のメールシステムの画面なんですが、お客様から依頼メールが届くと AI が依頼内容を読み取り、どんな依頼で見積もりであれば型番や数量を読み取ります。解析したデータを見積もりシステムの方に連携させ、 RPA が型番や数量を自動的に入力します。お客様情報であったり見積もりに必要な納期、注文等の情報を入力して見積もり作成が自動的に完了となります。こういったお見積もり書をまたメールシステムの方に戻し、返信メール候補として格納します。営業はこれを確認して送るだけというプロセスとなります。実際はですね、この工程が数秒でどんどん実施されると、届いたメールを開くとすでに AI RPA がお見積もりを作っており、営業はこれを確認して送るだけという作業に変化するというものです。この仕組みですが、メールをワトソンがどういった依頼内容か読み取り、それを見積もりであれば商品データベースと連携した AI が型番や数量を読み取ります。そして RPA で作成するという流れです。効果としましては、今まで平均一つ見積もりを作るのに15分ぐらいかかっているんですけれども、これが先ほど見ていただいたように、3秒ぐらいで確認して送れるようになればいいなと。でこれによりお客様に対しての回答スピードが上がり、顧客満足度、受注率がアップできる。そして営業はよりお客様にどんどん訪問したりコミュニケーションできるといいなというふうに考えております。今後の構想としまして、まず問い合わせの分類、こちらはもう実装済みで、ステップ2、型番指定の見積もり自動化に関しては今期中に実装予定です。そしてより複雑なお問い合わせや見積もり構成等を実現していきたいというふうに考えております。
私たちが考える見積もり活用のポイントは2つです。1つは現場やお客様の課題要望を理解した事業部門と技術を理解したシステム部門が協力して試行錯誤しながらどんどん進めていくということが大事だと思います。2つ目に最終目標、何のためにやるのか、どういうふうにあった方がいいのかということをしっかりと、合意し段階的に実現を示す、逆算して進めるというところなんですけれども、我々も、事業のトップから、現場まで計画と進捗を、こまめにお伝えするようにしているんですが、そうすると非常にもっとこうした方がいいんじゃないかとか、いろんなご協力やアイデアをいただき、楽しくチャレンジさせていただく環境となっております。以上が私どもソフトバンクコマーサンサービスの事例となります。ご清聴ありがとうございました。